も始まるよイーストアンジャーナイトよいしょよいしょこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょ、よいしょ。始まったね。始まりました。今日たっちゃんが司会するらしいんで。はい。グダグダならないようにね、頑張っていきます。よいしょい。はい。では。では。どうしましょう。いや、もう投げやりやん。早いな、投げやりな。どうしましょう。マジでこれどうやって始めるんですか、これ司会の人って。いやもう始まってるよ。いや分かって、そうですね、始まってる、始まってる、始まってる。はい。そう、急遽ね、10分前に達也出るぞって言ってね、はい、連れてきたら急に MC になったと。そういう感じです、ね、素晴らしい抜擢ですよ、これは。はい。無計画、普通は喜ばなきゃ。いや喜ばしいことなんですよね。ホストなんて無計画じゃん、うん、そんなんだってお前今日来るお客さんにこんな話しようと思ってずっとそんな作戦練って接客するの。いやまあでもあれは慣れてますからね。一緒 MC 慣れしてる、まあ、慣れていったらね、 MC 慣れしてる。そうですね、これからも今田ぐらいのポジション狙っていかなきゃいけないからね。今田、うん、今田浩二ですか。そうです、ね、またなんかあれですね、微妙なとこ。あの人も面白くないけど MC 多い。面白くないですか。あんま別に MC やからって面白くなくない。まあまあ回すのが上手い的な感じなんですよね。行きましょうか。はい。あと僕って分かります、これ。そう、分かるやろ、名前書いてあるから。名前は書いてます。あ、逆だね。パネルと違うぐらいたちは。はい。パネルと違う。パネルね、まだあんまり公表されてないから、多分知らん人多いです。あ、見てくれてたよ、ちゃんと。見ましょう、見ましょう。パネル。まあね、結構な詐欺具合ですけど。はい。名前で分かったらしい。名前が出てなかったら、多分達也ってみんな分かってなかった。画面越しに見ても、まあまあこいつ誰やろって感じ。谷間出てる、谷間。谷間じゃない、谷間じゃない。影影。谷間出てる。ちょっとね、おっぱいがね、出てきた。じゃあテンション上げてもっと。テンション上げても。テンションが高いですよ、いつも。たっちゃんが仕切らなあかんねんから。難しい、これ。こんなお前雑談ずっとしててもしゃあないよ。はい。え、いつも何してるんですか、これ。いつもは、だからキレンが一人の時は、キレンのなんか相談室みたいなのやってるんで。俺が一人でこう喋ってる。すごいっすね、一人で。キレン好きやもんな。全然。こうツイキャスとかようやってるから。なんかここ最近あれですもんね、ずっと一人やったっすもんね。そうね。誰も来ないっていう。で逆にこう三人になると何喋ってるか分からん。逆に、ね、任してしまうよね。喋ってる人に任してしまうもんね。一人だと一人でこう、はい、喋ろうと思うからスイッチ入るけど、うん、こう増えると増えるで誰が喋るだろうっていう。あ、まあね、相談室やってほしいって。相談室またあるの。どういう相談が多いんですか。恋愛とかじゃないの。全然あのどんな相談かって言ったら、前回来たのは、電車で痴漢に会いました。どうしたらいいですか。声出そうしか言えないね。間違いないね。僕はゲイです。どうしたらいいですか。もうわけわからんようなバカだから。ゲイです。どうしたらいいですかって。若干ちょっと遊ばれてる感あるよね。そんななんか私ゲイ、私ちゃうな、僕ゲイなんですけど。変な気持ちやね。まあね。そうそう、11日火曜日なんですけれども営業します。浴衣デーなんで。そうですね。よかったら来てください。はい。なんかいっぱいあんねんな、出店みたいなのがね。それをたっちゃんが言うだろうからね。あ、そうだね。それ拾ってたっちゃんが言うだろうから。あ、そうですね。俺もうな、拾うのやめろ。はい。いやいや、困る。助けて。下見ててもしょうがないからね、MC は。MC はずっとこう、カメラ目線でこう。カメラ目線そうそう。こうやっとくの。最近あれやな、たっちゃんなんか、その髪型変えて、そのヒゲ生やしてから、その、山田孝之に似てるって言われるんだけど、その自分的にはどう思う。鏡ね、まあ毎日見れますけど。あ、鏡あるん家。あるっすよ。そうなの、俺ないんや。鏡ない人います。あ、見んねや。大体洗面台についてるでしょ。たっちゃんもうこっち見ないで言われてんの。はい。こっち見ないで言われてんの。なんでやねん。鏡あるんで。普通にちゃんとこの顔でも入るサイズの鏡はあります。ただでも山田孝之にね、なんか似てるとは。たっちゃん、谷間これもう出しておきます。あ、出していく、出していきます。谷間出していく。ちょっと若干影出てるけど、まあね、なんか雰囲気はね、ちょっとそっち寄りな感じに
にしてくれたっすけど、まあ、今タッチャーがキレンジャーみたいになってないから、もうちょっとちゃんとしてキレンジャーの顔が強いから、はい、キレンジャー ID ってタッチャーの前に出てきちゃってるから、うまい、今もタッチャーもあれやで、もう今キレンジャーですか、おもんなってなってんで、タッチャーのせいでちょっとなんかそんなプレッシャーやわ、余計喋られんくなるか、そんな言われたら喋られんくなるわ、喋れんくで言えやん、なんか喋ってくれないと、ほんとだね、口の中パサパサなるわ、急遽ですが、相談室みたいな感じでやりますか、みんなが夏夏の悩み、夏の悩み、夏ならではの悩み夏の悩み、どういうこと、脱毛してないんですけどみたいな夏の脱毛に関しては海行って背中とか見たら引きますかみたいな、いや、かわいいかわいい、あ、かわいい、かわいい、かわいいと思う、産毛ぐらいになるから全然かわいい、夏の悩みってないの、そこまでは目が届かなかったんだね、ちょっとデニム履いたら股間が蒸れて痒くなるんですけど、どうしたらいいですか、それはあれだね、女の子同士でやってくれないと経験したことがないからわからんねん、いいじゃん、男の人だって蒸れる人だっているやん、わもうそれはもう全然普通にあれですよ、公衆の面前だろうが、ああ女の子どんな浴衣が好きね、拾って拾って女の子の浴衣ね、うん、違うね違うね、お前が答えるんじゃないの、はい、お前が広げんねん、キレンさんはどんな浴衣が好きですか、女の子のっていうのが MC の仕事や、あ、そうだ、なんかお前がまずお前言えよみたいな感じだ、違うよまず女の子、どんな浴衣さ、どんなその考えてる時間にふってお前が考える時間があるやん、はいはいはい、もうならいらんやん、俺らもう一人でやれよ、無理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 、どんな浴衣が好きですかって、無理無理無理、そんなん絶対達也に聞いてないから、この女の子、まあまあそうです、129番の女の子は絶対キレンにどんな浴衣着てる女の子が好きですかって聞いてんのに対して、お前みたいなめっちゃ顔でかいやつがそんなお前なんかお前言うてもかわいそうやないと、でもめっちゃかわいそうってもう言われてもうてるしほんまにかわいそうやわ、つらい、見てるこっちがつらいって言われてるやんか、いやちょっと、いや、うん、まあ応援はしてるよ、お金は使ってくれへんよね、これ応援はしてる、そうそう、まあ、このパターンお金使ってくれへん、まあまあまあ、まあ、この30分乗り切れっていう応援です、ね、そうですそうです、たっちゃんは今修行してます、はい、修行中です、だいたい告知、だいたい最初こんな感じになるよ、告知変えようか、ここたっちゃん修行中、たっちゃん修行中初回はどんな感じですか、イソンワイワイ系ですよね笑うとこまた答えるんやと、いやだからワイワイ系ですよねっていう、こう広げろって言われたから、あ、聞いてない、そうそう、聞きました、ワイ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 系、ワイワイ系、関西人が多いからね、関西人、7割関西人なんでね、もう最近初回の流れなんか分かれへんもん、これついてもない、あ、まあ、使わないですよね、うん、まあでもなんかあれですよね、結構面白いっていう評価はいただいてるとよく聞きますけど、5時からっていうのはちょっとあのテンション的にも乗らないよね、なんか時間帯的に、そうよね、だってまだ出勤時間にもなってないし、うん、営業時間にもなってないもんね、うん、どっちかっていうと7時8時かもう2、3時とかだよね、営業後のゆっくり飲みたい女の子もいるよね、全然ゆっくり飲みたい子はね、その結構まったりしてる子も中にはいるんで、はい、俺は絶対ゆっくり飲みたくなる、そうやハイスペースで飲みたいハイスペースで飲みたいやたらテキーラばかり言いますもんね、はい、まあでもね、ゆっくり飲みたい人にも、まあ、大体のみんな空気合わせてくれるから、俺は絶対騒いであかんとこは騒がんといけるんじゃないですか、俺は絶対騒ぐ、いや初見レスラーって言うんですか、いやレスラーです、俺レスラーって言われてるそこまでガタイごつくないよ、肩幅やったら俺の方がごついもんね、多分な、まあまあね、ただバランスの問題でちょっとそう見られる、ふくよかだね、ふくよか、あ、いい言い方、いい言い方、ぽっちゃりやね、うん、じゃあふくよかっす、ほんまに出たし、なんかたっちゃん MC 修行中ってすげえな、こんなんできんのね、じゃあキレンさん示しないわ、困ってない、困ってない、あ、結構そういう当たり強めで言ってるんですね当たり強めっていうか、誰かも分かってないからなまあまあねヤンキーかな、誰がですか、いやお前やろ完全に、レスラーから来てヤンキーですかって聞いたら完全にお前でしょ、いや全然もうヤンキーとかけ離れてるような、もうこんなね、ダラダラしてもう10分経っちゃったんでね、そろそろちゃんとやりませんか、はい、今めっちゃちゃんとやってるんですけど、おしちゃんとしよう、ちゃんとしよう、だっちゃんもう本当にちゃんとスイッチ入れて、この番組誰が見んの、 DS でも見んのお前誰も
ならやりますか、はい、夏らしいことしました？キレン君。僕めっちゃしてますよ。昨日ね、ウェイクボードとか行ってんな、うん、朝10時から船橋まで行って予約してきたからね。川やね。海なんですよ、実は。あ、海なんですよ。体力すげえっすよな。そっから仕事行きますもんね。そっから寝ずに仕事やからね。まあ、海らしい。海とか行ってないけどね。一回、イーストワンのみんなでレクリエーションでなんか、プール言うて夏らしいことみんながしてる最中、俺は寝坊してタクシーで行ったけど、3分で入れ墨見えて退場させられたからね。悲しい。悲しいね。写メだけ撮ってタクシーで帰ったっていう、うん、その写メの時もっと悲しい事実知ってる？社長がいないって言う。そうそうそうキレンがあの警備員5人ぐらい引き連れてきてて、俺白いラッシュガード着ててめっちゃ入れ墨つけてたらしくて浜毛さん、しかもそこも気使ってくれたなんでか浜毛さんやね浜毛さんがあかんコウ君入れ墨つけてるから一人で流れるプールで流れとけって言われて、俺一人で流れるプールで次みんなと合流するまでめっちゃ時間かかったから。え、愛想笑いぐらいくれへん？はい、愛想笑いぐらいくれへん？MC、まあ、せめて MC、 なんかもう、なんだ、MC、 桃井香織ぐらいのポジションにおうね、やめてくれ。 MC、 つらい。なんか悟り開きそうやったよね。そうね、ちゃんと会話していこうよ。しかもなんかそんななんかローテーションじゃなくて、ちゃんとハイテンションでやっていこうよ。元気に、そうそう、元気に。おいしょーって。はい、テンション上げていきます。いや、自分で言い出してんやから、自分でちゃんとケツ拭いてよ。やば、これ、つらわ、そんな会話苦手？いや、これめっちゃ苦手。いや、やば、これは黙っとこう。いや、なんもない。 G ですよ、 G。 なんか G っぽいのが。いや、なんか可愛らしいのが。 G までもいかへんな。 G いかない、ね、T ぐらいやな、はい、どこまだ進化しきってない。もうどっか行っちゃったでしょ。え、そっちも行ったんか。友達がいました。なんか面白いことしてくださいな。そんな達也くんの面白いことまで。やばっ、嘘。ちょ、びっくりするわ。ちょっと待って、考えてないってな、もう。ね、ちょ、ほんま、それひどすぎますよ。じゃあ俺がやるわ。で、嘘、ね、そんな持ってる？そんなキレン、チンチンだ、そんなしな。なしそう。はい、そんなキレンくんの面白い一発ゲームまで3322119。そこぐらいやるやん。あ、はいはい。うまえぼ、うまえぼ、ホットドッグ。いや、面白いから。いや、すげえ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 。すごい、でき、それできるのすごいわ。恥ずかしいけど、頑張って。俺、面白い、面白くないとか関係ないし、やるのはやったから。これ急にあの営業中、俺にさせるやつやんな。来て来てって言われて、なんかなと思った。これめっちゃやらされるの。面白い、面白くないとかじゃなくて、やることはやったから。そうよね、やることに意味があるからね。やっちゃうの、それすらもできない。なやっぱり今考える時間いっぱいあったんでね。そんな達也君の面白い一発ゲームまで3322119。ブルンツ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 テテ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 。はーい、あれ、なんかないですか、コメント。グレーの兄ちゃん顔赤くねって、多分キレンか。あ、完全スルーのやつね。キレンじゃないな、多分恥ずかしかったよな。じゃあ昨日マジ日焼けして。あ、日焼けの方の赤さね。めっちゃヒリヒリしちゃうから今体、うん、ね、このニコ生多分いろんな人見てくれてると思うんですけれども、達也のお母さんもし見てたらね、ちゃんと本気で謝ってください。息子さんがこんなね感じ、こんな空気感作ってごめんなさいってお母さんに謝ってほしい。お母さん絶対見てないと思うんですけど、もし見とったらマジでちょっともう二度と出るのやめます。お母さんもし見てる。よく俺のお母さん見てるよ。お母さん見てるんですか、これ。よくコメントが来る。綺麗な俺の嫁も、俺の嫁もよく見てるよ。嫁いましたっけ。いや、幸子ですみたいな。幸子、うん、幸子、コウキがお世話になっています。幸子です。幸子って誰やねんさ、嫁ですって。はぁ、俺の嫁と綺麗なお母さんとレオンの彼女はいっぱいおる。いっぱいおる。真ん中の人ゲイではないです。じゃあもうそろそろ半ばやから、たっちゃんの一発芸考えてる間に MC、ね、MC してる間にたっちゃんが一発芸考えて、後半そっから始まるっていう感じで。 MC してる間に CM、 あ、 CM、 あ、 CM 行ってる間にちゃんと考えよう、何をするか。めっちゃコメント少ないよ、たっちゃん今日、うん、月初って俺のせいか、これは。月初ってこの、あの携帯のね、あれ通信制限とかないから一番人来るらしい。あ、なるほどね。
ならね、この1回な CM 入るので、 CM 明けまでにね、みんなあのコメントを拾えるようなコメントいっぱい入れてください。よいしょ、はい、もうギリギリな質問であったとしても全然答えれるんで、あのみんな見てください。じゃあ CM どうぞ。どうぞ。
あ、この状態でフリーズ。やばいな。やばい。聞こえてますか？俺めっちゃレッドブルの CM してる人みたいな感じで止まってるし。黄色にブルーよくなる。ちゃん怖か。あ、そうなんや。え、マジでそれ。逆に。ん？映った。映った。映ってるわ。うん。っていうかもう終わりやけど。三分にこのまま。あと2分。あと2分。え、なぜ？どこに書いてるんですか？あと3分ぐらいやな。え、45分までちゃうんすか？43分ちょっとぐらいで終わる。あ、そうなんですか。はい。イーストワン。あ、これか。ニコ生最近どうなの？みんな、いい感じなんすか？いや、キレンの相談室みたいなのやってるらしいよ。恋愛相談室。恋愛じゃないらしいよ。うん、痴漢に会いました。どうしたらいいですか？それ、俺の彼女。暑いな今日も。しかし自由やな。ほんまに自由。ほんまに自由やな。で、たっちゃんがもう全く MC せんやんと。うん、MC はまあちょっと、ね、修行してから、うん、え、女の子ってみんな痴漢に会ったことあるのかな。でもなんか俺もある。え、俺もめっちゃ髪の毛長い時ある。あ、俺も中学校の時に。あ、女の子と間違えられてってことですね。髪の毛混乱しに行くためにめっちゃロングこんなんやったから。で、コンロってコールスロー？違う、コンロ。全部編み込みに行こうと思ってバーって駅で電車乗って行ってたら後ろがめっちゃケツそうなの。興奮した。いや、見たらおっさんです。だいたいおっさんでしょ。今年、あと今年もなんかレンと美容室行こうと思って電車乗ったら知らん女の人にずっと手握られた。ん？ん？で、よう見たらおばはん。何それ。おばはんイケイケだな。逆痴漢。バリ怖かったし。痴漢って怖いよね。怖いね。多分いざやられたらほんまになんか超えてなくなっちゃうんでしょうね。この男の子で良かったと思うポイントだよね。うん、ジャイも狙われそう。俺マジでこの間なんか変な外人になんか撮影の依頼来て、なんか日本語めっちゃ上手い人で日本来て、実際にこう LINE でアポ取りながら会って撮影行ったんやけど、マジでなんか体めっちゃごつい人で汗鬼かいてんやけど、マジでゲイじゃないからって言って、一生撮影中怖かった。実際ゲイではなかったんですか？いや、わかんない。路地裏とか行きたがるからやたら。それもう完全アウトっすよ。うん、そうや。でも大丈夫やったけど。綺麗に一回昔の従業員の、うん、ホテル誘われた。ホテル誘われた。ゲイ、ほんまのゲイのな、従業員。大阪でホステやった時、ホテル誘われた。トイレしたいから。その後に従業員ってどう絡んだらええってなるよ。そこちくった。あいつにホテル誘われたんですよ。速攻言ってきたの。俺も速攻言ったった。でもなんかどこにでもなんか一人二人ぐらいたまに入ってくるもんなんですね。速攻クビにした。もう残り1分前なんで、普段ね、イーストワンは火曜日定休なんですけど、今回11日火曜日なんですけれども営業するので、ぜひね来てくれたら嬉しいなと思います、はい、で浴衣イベントになってるので女の子も浴衣で来てくれたらセット料金が無料。およいしょ。プラスなんかスイカとかなんかそんなのが食べれるみたいな、巷の噂で聞いたので、スイカ好きで、はい、ちょっと来週はねちゃんと構成考えて楽しいニコ生するようにするので、また見てください。お願いします。じゃんねー。でもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れて この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を